ウジエル・ウージー・ガルは、イスラエルの軍人、銃器設計者。ドイツ系ユダヤ人、ウージー短期艦銃の設計者として知られる。ドイツ語の出生名は、ゴッドハルト・グラス。1923年、バイマル共和国時代のドイツ・バイマルに、芸術家の息子として、生を受ける。少年期は、地元のユダヤ人学校に通っていたが、1933年に、 国家社会主義ドイツ労働者党が権力を掌握したため、間もなくして彼の通っていたユダヤ人学校は生徒と教職員全員でイギリスへと脱出した。数年後、グラスケはイギリス移民党治療パレスチナのヤグル寄物に移住し、彼はこの際にヘブライ語風のウジエルガルに改名した。ガルはハイハチクネシェルにて教育を受け、 さらに、器物内の専門学校に通った。この頃から銃器に興味を持っており、15歳の頃には、ガルは矢を発射する、自動銃の設計を行ったという。1943年、銃器の違法所持によって逮捕され、アクレ監獄での懲役7年の刑が言い渡された。1946年7月、特赦により釈放された。その後、器物に戻ったガルは秘密裏にーのための、 重機設計を続けた。ウージー短期間中1948年、イスラエルが建国され、これに伴い、第一次中東戦争が勃発した。ガル自身も前線に派遣され、ガリラヤをめぐる戦いなどに参加している。1949年に、士官教育を受けた後、兵器製造部門に配属され、以後27年間務める。当時、 ハガナーを前身として編成されたイスラエル国防軍では依然として世界中からかき集められた雑多な装備が溢れ、平坦や整備の面で問題を引き起こしていた。そうした状況下においてイギリス製ステン短期艦銃を更新する新たな短期艦銃の需要が生じていた。軍部は二人の技術将校、すなわちハキムから少佐とがる注意に、 新型短期艦銃の設計を命じた。1951年、砂漠地域で行われたトライアルの結果、ガルの設計案が優れていると判断された。ガルの手掛けた短期艦銃は彼の名を取ってウージーと呼ばれた。使用弾薬は9 x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾で砂漠地域での運用を想定して、埃や砂が入り込んでも動作するように設計されていた。また、 当時としては珍しかったグリップの中に断層を収める構造は夜間の断層交換を容易にするための設定である。すなわち夜間でも自らの両手を合わせることはできるので断層交換の際にも従来の一般的な短期間銃のように前方の断層口を探す必要がなくなるのである。これはガル自身の経験に基づいて行われた工夫だった。ガルは革命ではなく 進化をという考えのもとで、重機設計を行っており、得意なものを考案するよりは、基本的な設計を宣伝していくことに重点を置いていたという。国防軍では1955年から、ウージーの配備を開始した。また、国外の軍や警察からも注目が集まり、広く輸出された。イスラエルは、ウージーの輸出によって、数十億ドルもの利益を上げたが、ガル自身は、 通常の給与以外受け取っていなかった。1967年には設計の改良が行われた。1980年には特殊部隊などでの運用を想定した小型モデルミニウージーが発表された。さらにピストルサイズまで小型化されたマイクロウージーも後に発表されている。1967年に勃発した第三次中東、戦争の時点でもウージーは現役だったが、 この時の戦訓から国防軍でも近代的な突撃銃の配備が求められるようになった。1970年代初頭、ウージーを更新する新規自動化機採用のため実施されたトライアルではガルチューザが提出した新型ウージーとイスラエルガリリが手掛けたガリル突撃銃が有力候補とみなされており、最終的にガリル突撃銃が最も優れたスコアを示した。 1976年、国防軍を退役した後、アメリカ合衆国フィラデルフィアへ移住した。彼が移住したのは、娘たまるが稀な脳障害を患っており、フィラデルフィアのチェスナットヒルにある人間能力開発研究所での治療を受けさせるためだった。移住後もガールは重機設計者として働き、アメリカでも販売が行えるように、 法規制に基づくウージーの再設計などを行った、ほか、コルト、スター,ーム、ルガー、ナイツアーマメントをはじめとする多くの重火器メーカーで、顧問を務めていた。ガルは、武器の展示会などを訪れた時も、ガルとしか名乗らず、短期間銃と共に、世界中で知られた、ウージーという名は口にしなかったという。1978年、ウージーの開発に関連してイスラエル防衛省を、 受賞。1980年代初頭、ガルはスタームルガー MP9 短期間銃の設計に関与した。ガルが銃器設計者として最後に手掛けたプロジェクトはオートマチックピストルだった。1980年代から1990年代初頭にかけてピストルの設計に興味を持ったガルは当時流通していた様々なピストルを購入し、その性能や構造、 重量や寸法などを分析した。ガルが求めていたのは人間工学上の優位と高い信頼性を共に満たし、またスポーツ射撃や自衛を目的とするユーザーが特別な訓練をせずとも使用できるようなピストルだった。ガルは1997年までに設計案をまとめ、資金確保のため投資家グループに働きかけを行った。当初は フルスのタスにて設計を行うことを希望していたが、タスではすでに新型ピストルのプロジェクトが開始されていたため、最終的にガルの申し出を拒否した。次に MP9 設計時に所属していたカナダのディマコ社が候補となったが、国境を越えてピストルを輸送する際の法律上の問題を理由に断念されている。最終的にガルはナイツアーマメント社と契約を結び、 同社にて、新型ピストルの試作、設計を行った。しかし、この新型ピストル開発プロジェクトは、ガルの死によって中止されることとなる。2002年、ウジエルガルはガンにより死去した。死後、彼の遺体はイスラエルに移送され、ヤグル鬼没にて埋葬された。1956年に結婚した妻ハバは1998年に死去した。 娘タマルは1984年に死去した。ガルが死去した時点で家族としては息子一どのほか、二人の孫、一人の兄弟がいた。ありがとうございます。